子供を産むとメスがオスを食べちゃうんですよね。まあ、子供を産むとじゃないんです。あ、もうメスは、オスは、オスも何も関係なく、来るやつはみんな食べるんです。そうなんですか。だからオスはメスが餌と認識する前に交尾しちゃうっていう、そういうことです。だからオスはメスにとにかく視界に入らないに入らないに来て、とにかく交尾だけして逃げて、成功できればまたチャンスがある。やり逃げをするわけね。やり逃げするのが一番の彼らの価値です。でも捕まってしまったら、でも捕まったら食べられるんですね。僕食べてるの見たことありますよ。だからメスはとにかく何でも見えるものは食べちゃうんです。食べるんですか。いや、それはお腹に赤ちゃんがいるとき。いやいや、もう習性として。あ、習性としてカマキリで何でも、カマキリのメスは何でも食べるんですか。食べちゃう。オスは、だからオスはその分だけど、すばしこさはあるけど。いや、オスも食べるんですよ。食べるわけですよ。オスはメスを食べないんですか。あ、オスがメスは食べれないでしょうね。それよりもメスの方が力が強いから。あ、そういうこと。じゃあオスは何を食べるんですか。いや、だからやっぱり虫は食べてる。虫、あ、他の虫を食べてる、うん、そうそう、そういう。セミで言いますけど、はい、セミが何ですか。セミは1週間で死ぬのは嘘ですからね。あ、セミは、まず、セミは、僕は、1ヶ月は生きてる。セミは3名だと思ってます。セミはね、うん、特に大きいセミに至ってはですね。セミは、はい、うん、セミ、あ、1週間で死なない。だってある程度大きなアブラゼミとかクマゼミぐらいになると、はい、まず泣けるようになるのに1週間かかるそうですからね。あ、泣けるような体力になるまでに1週間かかってるんで、1週間で死んでたらメスに出会えずに死ぬことになっちゃうんで。ただじゃあその短命な生き物ってことで言うと、要するにモスラのようなでかいラ、まあ山マユとかそれ大きいからですけど、夏に飛んでくるガがね、でかい、まあでかいガが全部ガが全部そうじゃなくて、そのまあ山マユの仲間の大きいガなんですけど、それはオスは口を持ってないんですよ。おお、面白い。それ口持ってないから、もうほぼ1日なんで命は。もうまさしく、それは何という名前ですか。いや、山眉とか山眉、山眉ね、山眉って、山眉でっかいがです。とにかく、あ、この辺ですね、この辺が山眉。あ、こういうの、こういうのね、見たことあるはずです。こうやるんです。あの秋になると、と今徳之島ではクスさんっていうのが大発生する時が年によってあるんですけど、山眉ね、クスさん、これですね。あ、見たことあります。こういうの、あの秋になると大発生する時があるんですけど、家にも飛んできます。たまに飛んでくるんですよね、うん、で今の時期はこれがちょっとトゲトゲした緑色の巨大なイモムシが道を歩いてる時あると思うんですけど、それがこれの幼虫なんですけど。なるほどなるほど。これはオスは口がない。オスは口を持ってないから。メスは持ってるんですね。でね、メスはあんまり今度飛べないらしいんですけど、とにかくオスはなんせもう口を持ってないので、持ってないから、もう幼虫の時に蓄えた栄養を使い切ったらもう死ぬので。なるほど。ほぼ1日かぐらい。そういうことよ。言ってました。面白い。だから彼らはそれで必死に生きてるから、いじめちゃダメだよって本当の昆虫博士に言われたことある。それ言いそうだけど、家の中にガが飛んできたらもう嫌でしょ。僕もだからもうバターンってやっちゃうんだけど、もう入ってるスリッパでバターンってやるんですけど、やっちゃうんですけど、でもね、一応心の片隅に、これは飛ぶんですよ。そう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 、一応心の片隅には。 あとは徳之島にも結構有名なあのタマムシ、あれはいますよ。タマムシって聞いたことないですか。いや、聞いたことない。いや、名前は聞いたことありますよ。あの、まあこれですよ、このタマムシ、うん、ああ、この、あの虹色に輝く、虹色に輝くこのタマムシですね、はいはい。まあ、ちょっと種類違うとは言われてるんですけど、このタマムシは結構伊勢町方面多いんですけどね。なんでですかそれは。あの、これが好きな木が多いから。あ、これの好きな木は何ですか。エノキです。エノキ、うん、エノキ、まあ、琉球エノキっていうんですけど。エノキってどんな木だろう。説明は難しいんですけど、何の変哲もない、ちょっとクワの葉っぱ。エノキの何が好きなんですか。葉っぱが好きなんです。葉っぱが好きなんですか。だからこの琉球エノキっていう木があって、夏場のもうカンカン照りの日なんかに
枝の梢行ったらブン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 飛んでます。へ、ちょっと高いとこよく飛ぶから捕まえるのは難しいかもしれないんだけど、確かに数は多いです。このね、綺麗なね、綺麗ですよ。ガジュマルの木とかに飛びませんか？これガジュマルは好きじゃなかったと思うんですけど、ね、好きじゃない、うん、やっぱりエノキですよね。エノキ、うん、でもあれ一番長い虫ってどれぐらい生きるんですか？長い、一番長い気をする虫だけど、ほら平たくやがった、あれうまく飼えば3年4年いきますからね。ひらの方、そうそう、ノコギリはダメですよ。ノコギリはダメですか？もう大体もう夏で終わったら一夏で、一夏で死んじゃうんですけど、ひらはかもううまく飼えば2年3年は生きちゃいますね。虫ですけど長いですね。ですね。へー、だけどじゃあ幼虫時代から入れてってなると、うん、まあ本当に種類によってきますけど、うん、そのほら、まあ、こう徳之島で言ったら丸バネクワガタ、あれは幼虫は4年かかるって言われてるんで、うん、あのこれからね、じゃあ、例えば夏に向けて、はい、クワガタを採取したい親子がいっぱいいると思うんですよね、はい、で、岡崎さんからこうすると島のクワガタは取りやすいよ、うん、あ、島のクワガタというか、こうするとクワガタも取りやすいよっていう、よくやるのがね、よくやるのが僕ら、あの、うん、スイカを入れて、ね、網の中に入れて吊るしといたりとか、ね、果物トラップはよく効くんですよ、確かに島のクワガタはね、はいはいはい、あとはもう自動販売機の明かりとかね、そうそう、明かりのところも入れるんですよね、だから街灯下とかね、その辺は皆さんのが詳しいんじゃないですか。ああ、そういうことあんまりしないですよね。まあ